大地は人間に豊かな資源を与えます。私たちは自然に敬意を払い、ムクロジを使って私たちの環境を守りましょう。明朝時代の李自珍が表した本草綱目には、ムクロジを使って沐浴洗髪すれば風邪を取り去り、目に良い効果があると書かれています。顔を洗えばシミを取る効果があります。近代的な石鹸が発明される前、ムクロジは最も重宝された天然の石鹸でした。人々はムクロジの皮を使い、もみ洗いした後に生まれる細かい泡で身体や衣類および各種の日常生活用具などを洗いました。現代文明の急速な発展とともに、化学洗剤は価格が安く手に入りやすいことから世界中の市場に広がっています。しかし自然に対して大きな危害を与えています。現代世界の中で生活排水は各種の排水の6割以上を占めています。排水の中に残る界面活性剤が川に流れ込むと、深刻な生態汚染を引き起こします。自然に帰れという21世紀の叫びの中で、人々は祖先が残した貴重な経験と知恵を探し始めます。自然の叫び声に応え、大地に親しむとき、ムクロジは現代人が健康と清潔な生活を追求するための最良の贈り物となるものです。天然の石鹸サポニンは多くの植物に含まれています。しかしムクロジのサポニン含有量は他の植物より高く 37% にも達します。ムクロジの木は苗から採取して花を開き、実を結ぶまで7年が必要です。しかも収穫できるのは1年に一度だけです。毎年6月から8月に開花し、10月から11月に実が成熟して収穫できます。1本の木から取れる実は平均して 25kg です。山で収穫した後、乾燥場に運びます。毎日何度もひっくり返して天日に当て、水分を乾燥させ、実が黄色から茶色に変わるまで繰り返します。これには3ヶ月から4ヶ月が必要です。さらにこれを叩いて果肉と種を分離します。種は手工芸品に加工できます。私たちはサポニンをたくさん含む皮を利用して原液を抽出します。1kg あたりの皮から取り出せる原液はわずか約 5cc で、非常に貴重なものです。古来の伝統的な方法でムクロジを乾燥させ種を取り、お湯で煮てサポニンを分離させて使用することができます。しかしこれでは保存が難しく、しばしば2日ほどで酸化し腐敗してしまいます。行政院農業委員会林務局の特別指導のもと、さらに経済部の SBIR イノベーション研究開発計画の補助を受け、古法ムクロジは台湾大学、屏東科技大学などの各教育機関と提携し、2005年にイオン透析純化技術によって伝統的な抽出方法での細菌感染と酸化変質の問題を解決することができました。この技術は特許権を獲得しました。抽出されるサポニンの濃度は 60.5% 以上で、伝統的な方法の5倍です。ムクロジの液を24時間絶えず攪拌し、厳しい温度管理の下で加熱し、
7種のろ過システムを通じて効果的に不純物を排除します。多くの作業過程を通じて抽出した成分を各種の製品に加工します。古法ムクロジのシリーズ製品は伝統的方法を改良した知恵の結晶です。家庭用洗剤から個人用清潔用品、各種の美容ケア製品まで、古法ムクロジは健康な都市、清潔な生活を求める人々の願いに応じるため、清潔、健康、美をもたらし、そして自然を損なわない商品をお届けしています。天然をモットーとするムクロジ製品は、化学洗浄剤のような悪影響がなく、環境と人間に優しく働きます。各種のムクロジ製品の研究開発に努めるだけでなく、多くの人にムクロジをより詳しく知ってもらうため各種の普及活動を実施しています。ムクロジ抽出技術の絶え間ない研究開発によって多くの賞を獲得しました。政府の優良農産品加工マークを使用を認められたほか、2006年には全国の生産者チームによる農業技術交換コンテストで優勝しています。王瑞瓶は独自の抽出技術の研究開発で2007年農業界の最高栄誉である十大経典神農賞の栄誉に輝きました。古法ムクロジ製品はすでに海外市場に進出しており、日本、香港、中国などにいずれも代理店を持っており、他の国や地域でも交渉中です。ムクロジ産業をさらに発展させるため、私たちは農業生産者チームをムクロジ正義開発有限公司という会社組織に発展させました。またムクロジ製品の販売ルートを積極的に開発しており、オンラインショッピングのシステムを構築するほか、多くのドラッグストアチェーンで販売しています。天然有機のムクロジは健康を守り環境を守る上で無限の可能性を秘めています。王瑞瓶はミクロジを世界に広め、大自然が与えてくれたこの貴重な贈り物をより多くの人に使ってほしいと願っています。